はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。モロウィンド続きからプレイしていきたいと思います。前回ですね、ちょっとビベクさんにちょっかいを出したらボッコボコにやられましたね。もしかしたらこうポーション買いまくってブーストドーピングすればなんとかなりそうですけども、間違いなくメインクエストで絡んでくると思うんで、とりあえずこのままに知っておいた方が良さそうですね。で、今回どうするかですね。向こうがエボンハートで、積み荷から何か物を盗んでこいっていうクエストもあるんですけども、そこチェックしたら一度カイウスさんに報告しに帰った方が良さそうですね。メインクエストちょっと進めましょう。I'm listening. Go ahead.いや、しかし強かったな。回復魔法買っておこうかな。これ見つけたいですね。よし、じゃあちょっとあそこをチェックして、80。この人は？でもあれだよね、おる。なんだ？あ、ダメですか。あれ、ここもまだなんか入っちゃいけないような気がするな。賞金首とかなってはない。
この人たち重要な人とかじゃないですよね。怖いな。ライトアーマー80まで上がってきたな。これはちょっと帰ろっか。もう手遅れなような気もするけど。あれ？では。そうですね、カイエスさんのところに帰りましょう。はい、カイエスさんの場所まで帰ってきました。で、今ちょっとベッドでですね、一眠りしたんですけど、また夢を見たんですけど、今度は、またこれですね、金色の仮面のものと私は話をするのだが、私にはどんな単語の意味も理解できなかった、彼は微笑んで嬉しそうに見えた。しかし彼が私に触れた時、私は彼を恐ろしく思った。私は逃げようとしたが動けなかった。やっぱりこれがダゴスールなのかな。なんか前回はなんか助けてあげたみたいなこと言ってましたけど、とりあえずカイユさんに報告ですね。レポートを読んでみた。フレイヤのメモと、これは本ですね。をまとめてみたいと思っている。それには要約する時間が必要だ。君をジャーニーマンに昇格させよう。よくやってくれている。ここに200円がある。新品の靴でも買ってくれ。では新しい仕事を、まだ準備ができていない。まだダメですか？いろいろクエストこなせと。一眠りしたら大丈夫とか。24時間寝てみよう。
アッシュランダーからの情報がいる。アルドルーンにいる仲間から聞いたことを思い出した。読めないな。ハソール、彼は裕福なトレーダーを目指して、西から来ていた。何でもアッシュランダーというのは、プレゼントを送ったりもらったりすることが好きらしい。この100円を持っていけ。この人が好きなものを探り出し、手に入れて贈り物にしろ。彼にそれを渡してから、アッシュランダーズとネレバリンカルトについて知っていることを聞き出すのだ。アルドルーンで裕福な商人になっている。私ならまず宿屋かな。か、ラットインザポットはあのシーフギルドがある場所だ。いや、コンシェルクラブ。では行ってみましょう。これだ。クイックセーブ。この人ですね。お、下の階で読書をしている。それか倉庫の中か、バーの下の倉庫の中。あ、こっちか。いや、アッシュランダーはいないな。あ、いたいた、これだ。まずこの人が必要としているものを聞き出せって言ってましたね。君は私からアッシュランダーの知識を学びたいのだな。それで君の学びたい知識とは？全部教えてください。かな？ああ、でも、まず贈り物かな？いや、全部。ダメか。ああ、待って、ごめんなさい。間違えました。あれ？もうダメ？ああ、大丈夫だ。まずは荷物かな。贈り物をする習慣。お、いい質問。贈り物は見知らぬ者同士なら挨拶。友人同士なら心配りを象徴する。
君が思慮深く思いやりがあり、相手の好みや必要なものを気遣っていることを表したければギフトを用意しなさい。うん、君は私にぴったりの贈り物を渡したいのだろう。それにしては私のことを知らないようだ。ああ、贈り物を見繕う努力が足りないか、選択を誤ったのだ。熱意と労力だけをいただこう。君は礼を尽くしたのだし、私はそれに応えようと思う。これで OK なのかな？あ、この気持ちだけで OK ってことか。うん。あ、いい人だ。うん。その熱意と努力を受け取った。私は彼に礼儀正しく振る舞ったので、彼は教えてくれると。あ、よかった。まずじゃあ、アッシュランダー。話すことが多すぎるのでメモにまとめておいた。受け取ってくれ。アッシュランダーとネレバリンカルト。君が知っておくべきことはそれに書いておいた。居留地を訪れるなら、アッシュランダーの何だろう、なんかチャレンジに明るくなっておくこと。とりあえずいろいろ聞いていこうか。じゃあこれはなんだ。大多数のアッシュランダーは、偽りの神々がモロウィンドウから追い出されることを願っている。ごく少数のアッシュランダーは異国の悪魔どもが自分たちを無視してくれることを願っている。これは、スカイリムとか帝国とかのことかな。アウトランダーとか、無防備の人物を攻撃することはアッシュランダーにとっては恥。だが武装した人物がアッシュランダーや、士族の掟を驚かすときには脅かすときには、躊躇せずに相手を殺す。アッシュランダーにはエンパイアに戦争を吹っかけるような愚か者はいない。けれどもそのような戦争が一度起きれば勝利のためにたくさんのアッシュランダーが喜んで命を差し出す。このチャレンジズってなんだろう、明るくしとけって言ってたけど、スポーツで望まれたら、挑まれたら、望まれたら辞退することもできる。スポーツなどで、挑戦された時に辞退することはまあいいんだけども、名誉においてこう挑まれた場合は辞退すれば恥さらし。会話や行動が名誉を傷つける原因になるっていうことかな。
私は旅に出かけるには年を取りすぎた。それに今、西の方ですね。シロリールの方かな。獰猛な化け物に不気味な、病気の危険を犯さねばならん。ああ、冒険好きの息子に任せてるんだ、トレーダーは。私はせがれに戸惑っている。父親の私に言葉すらかけず、ずっと離れて暮らしてきた。心配させて命を落とさせる気かもしれん。そうすればあいつはこの高価なブランデーを相続できる。ちょっと子供に、自分の息子にから命の危険を感じてるな。せがれは、せがれは人も寄りつかぬ、古代地下都市の地図作成を自ら申し出た。そこはレッドマウンテンの西、ママエアという場所を、もし何かにのついでにせがれに会うようなことがあったら叱ってやってくれ。そしてこの年寄りが息子であり相続人である。ん？どういうことだ。そして、この私がってことね。お前からの返事を待ち焦がれていると伝えてくれ。レッドマウンテンの西。めったに人が訪れない古代の地下施設、気になるな。マールガンは言った。ネレバリンカルト。彼らが崇拝しているのは、グレート・アシュカン。うん。ネレバル・ムーン&スターは古代の時代に邪悪で神を持たぬドワーフ。ドワーフは神を信じない。で、裏切り者のダゴスールとその不浄な眷属をレッドマウンテンの地下に追放した。うん。この教団はアッシュランダーワーシップ、彼の信仰では重要視されていないが、ここの部族内だけは教団信者の力が強い。他のアッシュランダー部族はこの教団の主張を許容してはいるものの、アッシュランダーでも、何このネレバリンっていうのが、疑わしいものと考えている。アッシュランダーもいるんだ、やっぱり。この人は人なのか部族なのか、バーデンフェルの北西部、ウエストガッシュに住むアッシュランダー、
あ、で族長のこの人か。これは部族の名前だ。アッシュランダーって言ってもいろいろあるんだ。なんか妙にひらがなが。なんでここ、部族に属すアッシュランダーは俺のためにひらがなにしてくれた、全員老いも若いも生まれた時から、氏族の先祖崇拝の、宗派に属す。だがネレバリンカルトは違う。とても小さな宗派で予言の賜り物を伝える、ワイズウーマンは数人しかいない。オラクルシア、この人だ。このここですよね。そのバーデンフェルの北西部の部族のニバニが予言の巫女。こんな感じですかね。この人からもらったのが、あ、違う違う違う。いくつかのノート。どれだ、どれかな。これか。うん、あなたのために用意してくれたアッシュランダーとネレバリンカルトに関するメモ。アッシュランダーは我々が現在モローウィンドウと呼ぶこの地に預言者ベロスに従ってやってきた。アルトマーかな、人の直系の末裔にあたる。アシュランダたちはつつましい遊牧生活と純朴な、祖先崇拝の習慣を保ち続け、安息とした暮らしや、ダンマーやグレートハウスのもたらした文化によって根付いた、大敗的な信仰崇拝を軽蔑している、しかし、我々の質素な生活には美と誇れがある、我々を野蛮な獣と追い払ったダンマー神殿と、グレートハウスの俗にまみれた者どもこそが愚かなのだ、アッシュランダーとアウトランダーかな、ほとんどのアッシュランダーは外よりやってきた連中と、彼らの崇める偽の 神々をモローウィンドウから追い出してしまいたいと望んでいる。アッシュランダーは武装していない人間を襲うことは恥。
さっき聞いたことと基本的には同じことかな、書いてるのは。ああ、アシュランダは正体を受けずに、住居に入ったよそ者に挑戦することがある。うん。必ず襲われますもんね。あ、なんかテントに近づくと。習慣は異なるが、去れと言われた時に去ることができれば許される。うん。アシュランダーの挑戦。うん、スポーツの一環として戦いを挑まれた場合は断ることもできるが、名誉をかけた戦いの場合は拒むことは恥になる。本当古い考えというか、古き良き考えというか、部族に属するすべてのアシュランダーはその部族の先祖の教団に属する。でネレバリンカルトは別格。これは非常に小さいんだ。ネレバリンカルトって小さい教団なんだ。予言の力を授かったごく少数のワイズマンと、予言者を守護する、これまた少数の英雄聖戦士のみが属する。そうですね。多くのものは予言はバカバカしい昔の伝説。じゃあこれはまた。カイウスさんか。レッドマウンテンの西のなんとかって言ってましたね。あ、ここに今教えてもらったキャンプ一つがあって、これのことかな。よし、じゃあ報告しに一回また帰りますか。ザ・エンペラーとその顧問は君にネレバリンそのなんとかの条件を満たすことを求めている。君をネレバリンに仕立てるつもりなのだろうか。私には迷信じみた悪い冗談にしか見えん。だがどうも気な臭い。過去に何度似たことが起きたのやら。
君が私にくれた包みには予言が成就する条件が書かれていた。君はそれに合致する孤児でアウトランダー、宿命の日に両親も知れずに生まれ出た赤子、予言の上トーク、ネレバリンの実験、これこんなのいっぱいいますよね探そうと思えば。ネレバリンの実態がどのくらい有意になるか心しておこう、万が一のために、ザ・エンペラーの顧問たちはこの予言が本物だと信じている。もうだからもうそういうことで釈放されたんですね、私はスタートした時に。うん、ここ北にありましたね。アシュランダに関する目は持っていたまえ。で、このキャンプに行かないといけないのかな。で、このあれだ、巫女に会わないといけない。だがその前にそろそろ事情を明かす頃合いだろう。あ、これもう先に来ちゃう今聞いたよ。うん、ああ、そうだ。皇帝陛下のお力で君が牢屋から出られたのも、君が私のもと、使わされてきたのも、そういうこと、そういうわけ。まあ、寝ればりになる条件を満たしてるんで、釈放されたんだけど、どういうことだ？うん。解読した文章を見てもらえば分かるように、エンペラーとその顧問によれば、君こそ予言の条件を満たす器。予言を成就できるのか。何か試練みたいなのやんなきゃいけないのかな？本物のネレバリンなのだろうか。でもさっきカユさん言ってたけど、いっぱい過去にもいたって言ってましたよね。とりあえずは説得力のある偽物になってもらう。それしか考えつかない。とりあえずその何か成就するために行動しろっていうことかな。で、まずはミコに会って、ネレバリンカルトのまとめ役。君は彼らに会いに行く。彼らに君の話を伝え、ネレバリンになるための試練を受けろ。でも恐ろしいって言ってましたね。過去に何度あったか恐ろしい。みんなじゃ失敗したってことですよね。ネレバーリンカルトのまとめ役なら君が予言通りであるかどうか、うまい答えを出してくれるだろう。彼らと話し終えたら戻って私に報告したまえ。あ、フォートメモスによってなんか受け取れって言ってるね。このキャプテン、フォートメモスのなんかやってないな、まだ。ああ、
君にはキュアポーションがいるはずだ。北部ではその病気が猛威を振るっている。もし手に負えなくなったらそのディバインなんとかで戻ってこいと。うん、ちょっと動き出しましたね。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。